どうしたペンです。今回はちょっと楽しみになった空飛びサスケ重心化使ってみたなんですけども、めっちゃ持ってると思ったら1体だったんですよね。なんでしょう、フレンドさんに助けをお願いしたところを出していただきましてありがとうございます。というわけで使う。ブーメランわかんないんだよな。ブーメランどんな感じの起動か。まあそんな感じかっていう。まあまず友情コンボじゃなくてアビから見ますか。アビリティが、ダメオワープ魔法陣対応してるですけども、それになおかつ、蝶がダメオとワープ乗ってまして、まあ、これはね相当ダメオワープ出てきたら時間殴り能力跳ね上がってくれるというわけですね。でさらにそれにアジンキラーも乗ってくれるんで、まあ、この人アジンなんですけども、光源氏さん、まあ、これに対しては絶大な威力を誇ると。でしかもここいっぱいワープ出るんで、ああすげえなあ、そんな入ってくれる。まあ、ただその代わりに攻撃は低いですけども、まあ、足がすごい速いんで500なんかですからね。あ、いいね。僕結構足速いキャラ好きなんですよね。ナナミもそうなんですけど、どっちかといったらこっちの方がすごいね、動いてる感じがあっていいんですよね。ブーメランの癖がねすごいんだよな。あ、そっち来るんか。友情コンボはキラー M 乗ってくれるブーメランと全体力攻撃キャラですね。まあ、貫通するやつなんで、まあ、全体攻撃と、まあ、ブーメラン単体にも強いですけども慣れる必要ありますね。お、すごっ。どっちだ今、ブーメランが入ったのか。まあでも全敵がいい感じにね当たってくれてるんで、それもありそうですけども、いやこれはまあ超スピ案件でしょう。まだ明日戦型の章終わりますけども、ゲリラの戦型の章の使用期限使えるんで、僕はこれ超スピードは割と大割りだと思いますね。この際、おお、しかも動けるな。で、なんか元スピード1位がギメレットだったんですよね。で、サスケこの状態超えてないですけど、120に解放すると届くみたいな。届くというか1位になるみたいな噂らしく。サスケよりもね、まずギメレットがここまで守ってるのはすごいですね。まあ今いろいろありますからね。スピードじゃなくて超 AGB とかあってね。まあ超スピードとかあって。実質的だと違いましたけども。もう数値で言ったらまだギメレット1位だったんですね。すごいな、オーディ。いや、楽しい。いや、艦隊分組みたかった。絶対持ってると思ってないな。モンタナだったんですよ、持ってるの。あ、ブーメランがわからん。この、楕円状というか。で、ランダー撃つか。絶対倒しちゃうけど。で、ランダーな、別に、ニャルラタほどではないらしいですけども、これ最後のここ。この、吹っ飛ばしの部分が結構強くなってるらしいですね。まあ、これはさすがに。いきますよ。まあ、レベルは当たり前として。で、これですね。残しといて、このラスト1枚のスピードの章を使うと。いや、これでもう、めちゃくちゃ足速くなるでしょ。24国行くか。いや、サスケ一応初回攻撃にハマってましたよね。ハマってたというか、まあ、鉄製少なかったんでね、もう貫通ダメワープ闇属性っていうと、誰だっけ、サスケと、まあ、これ、孫1がいて、これ最適でしたよね。あ、そこ、全敵力込んだから普通に反撃も発動しやすいですね。ちょっと今、あえて、あれいないんですけど、軍丸が。まあ、さすがに友情コンボは通んないとして、これ通ってやばいですからね。いや、これ失敗してるけど、いや、足速いから普通に処理しやすそうですよね。今のは完全にね、もう軍悪に慣れすぎてるんで、もう、ダメですけども。まあ、これスピード速いというのは単純にこう有利なんで。え？ブーメラン入った？今入ってましたよね。まあ、さすがにこの 4P のね、これフェンドさんのガチサスケなんですけど、今ブーメラン入ってましたよね。あ、これいいな。いいというか、まあ、狙いはね、難しそうですけど。あ、ブーメラそんな威力あったんだ。これ友情コンボやりたいしない？プニ。ああ、いけてるのか。いけてる。まあ、ちょっと重なりもありましたけども、一応友情コンボ処理も2体でいけてましたね。おお、入った。今綺麗に入りましたね、ブーメランが。むず。一番慣れない。1体とかの、1体というか、これ 4P さんだけ当たって、だとプニは、ちょい足りない。だいぶ足りなかったね、今。あ、ブーメラン。ナイス。
まだめっちゃ遊撃積んだら割といけそうですね、プニ処理は。全員当たったら。もうこの習慣必要ですけど。ここでは結構ね、敵が多すぎて届かないんですけど、楽々行きましたね。まあ、超スピンもありましたから、今。ここまたサスケ上位徹底だな。まあ、グンアルは、あれ別格なんでいいですけど、まあ、グンアルとお供としてもね、敵にいっぱい当たれるんで、追加機関通弾すごく出せそうですし、最後吹っ飛ばしたら入んねんかな。フォークアップしてないけど。トン。うん。あれ、240万ってこと分かりましたね。固定240万。これ、ランダーちょっとね、あれですよね。足は活かせないとは難点ですけど、ギムレットと一緒の悩みっすもん、これ。せっかく足速いのに SS が動けないっていう。それはありますね。だったらこれも普通の実況から良かったって気がしますけども。処理しやすい。しかもまだ余力を残してるといいね。ワープ1個で何倍でしたっけ？ 0. 点なんちゃらみたいな。で、10個で最高倍率だ気がするんですよね。僕のもしか曖昧なやつ。いや、10個ってあんまないですよね。そんな出るクエストというとね、まあ、直人がいっぱい出てきましたけども、ほんと超ワープってワープいっぱい出てきたらもうキラーですからね、実質。全属性キラー。まあ、最後アジンボ方向にして終わりますけども、なんでこの月みたいなんですかね、このアジン大嫌いマン2人。唐突にね、ダンテも来て、サスケも来てって感じですけども、まあ、強さ違いますからね。まあ、ダンテの方がよりアジンに強いと言いますか、まあ、キラー L ですし、友情コンボも強力なんで。まあ、さすがも強いですけどね。ダンテどこ使うんだろう。カナンか。カナンでめっちゃ強いって言われてましたよね。まだブーメランがわかんない。いまだにブーメランをね、理解できないんですけど。これで考えたら SS と相性いいですね。貼り付けるんで、さすが貼り付けばもう敵に向かって、行けばダンク的な感じで大丈夫なんで、実は結構 SS と相性いいなっていう。ぜお、まあいいじゃん。これ今いい感じに殴っちゃったけど。っていう。はい、というか使っていきましたけど、まあザ・執念重心化といいますか、なんか長生きしそうな性能ですね。まあこのトリプルアンチャビリティに自分のステータスを強化するものがいっぱい詰め込まれてますし、で、SS と友情コンボの相性もいいという、すごい正統派な重心化しましたね。超スピードに関してはまあおすすめしてますけども、まあとりあえず24国。で、使いたいっていう方はもう、絶対つけるべきぐらい言ってますね。あとはまあ、アジンキャラクターの出次第なんで、まあ、ダンテと共に、これから、コラボとかやっぱアジン多いですから、そういうところで、起用されるんじゃないかなと思います。とりあえず結構僕は大好きな性能ですね。というわけで、よかったらコメントなんか皆さんの使用感とかお待ちしております。あと3チャンネル登録していただけるとこんな感じで、毎日放送動画投稿してるんで、よかったら登録していただけると、これから頑張っていくんでどうか、よろしくお願いします。では、ご視聴、ありがとうございました。さあ、ヨトビサスケ。